コーヒーと笑い届けるOOTV。 ただしこの仕事ハローワークには載っていない。マキセチク OOTV です。今回はね、水の比較実験パート2ということで、前前に紹介した堀口コーヒーシャープ4ブレンドが、ウイスキーのような味わいということで、確かにウイスキーのような熟成された味がしました。そこで、実際のウイスキー蒸留場付近での使われる水をね、ちょっと採取してきたので、そのシャープ4に合いそうな水なのかというのをね、飲んでみたいと思う。比較実験をしてみたいと思います。まあ一つの白州蒸留所、道の駅白州で手に入れた、水です。片方が宮城郷蒸留所のテイスティングコーナーでちょろっともらってきたのを、冷凍保存してまた解凍している水を作っております。いただきます。まずは白州蒸留所の、ね、水ですので抽出したシャープフォーブレット、よく見たまに見よう、南アルプスの天然水で入れる時もある、ね、そんな味ですね。続いて宮城郷の蒸留所の水、日川の水をいただきたい。やっぱ南高と比べたところ、やっぱ日川かな、やっぱこういろいろ合ってるかどうか、まあ裏付け調査したら、やっぱ日川の水がいろいろ他の蒸留所と比べてやっぱ高度が低いというのが分かったから、それが原因かなと、ね、思います。まあというわけで、ね、次回はまたお会いしましょう。ドンキッシュ。OOTV Twitter なるものを始めました。番組の情報や他の方々などね、コメント交流の様子、そしてコーヒー紹介、そしてね、 Twitter でしか見られないスクールオブジャンプのネタております。ぜひ Twitter アットマーク OUKANOUDN、 大岡の妖談とローマ字で検索し入力してください。それではよろしくお願いします。そしてこの動画を見終わったと、赤いボタンにクリック、登録ボタンを押してください。さもなきゃお前を一生つきまとうからな。それではダンキュー。